こんにちは、牛尾です。牛尾 TV 毎月号令出す東十条店編ということで、10月の6日でございます。朝、ね、数年に一度の台風が来るということで、関東地方直撃なんていうですね、穏やかじゃない朝一は開店前の今日この頃だったんですけども、おかげさまで朝オープニングをね、撮ることができませんで、気がついたら夕方5時ということで、果たしてどんな一日になったのかというところをね、これから僕はもう結果知ってるんですけども、ご覧いただこうと思います。大体4話目だな、4話目にドラマが待ってますんで、ね、ぜひともですね、そちらご期待いただきたいという感じでございます。朝はジャグラーガールズから実践を始めました、ね、朝はジャグラーガールズでしたということで、久しぶりにね、ジャグラーガールズ5分の2以上なんていう、僕個人的にはキーワードあるんですけども、というところで、まあ、22番の入場だったんですけどもね、おかげさまで取れましたんで、一ついい結果出してやろうと息巻いて実践を始めた次第でございます。といったわけで、実践の模様早速ご覧いただこうと思います。どうぞ。はい、それじゃあ始めますというか、もう始めてましたね。カメラのセッティングが終わる前にね、一回当ててね、ゴーゴーランプが光ったところから始めるっていう斬新なね、スタートをしようと思ったんですけども、67ゲームで当たりませんでしたね。ああ。ただね、最初の1000で67ゲームもあったんだよね。ああ。今んとこ6だね。ああ今んとこ6、うん、セッティングが終わる前に当てて、光った状態からスタートして、そういうサービスはやってませんよって一言言いたかったんですけど、そんなに甘くなかった。ああ、ね、周りの様子を伺いながらね、やっていこうと思います、ね、ジャグラーガール取れましたんでね、うん、まあ、この際ね、何がじゃあいいっていうこともないんですよ。もうこの際、まあ、どこにも入ってますんで、ね、ただね、もうキーワードがあるんでね、僕の中でね、うん、ジャグラーガールズ5分の2以上と、ね、いつもそうなんだ。ちなみに今日も満台ですんで、ね、お隣さんが一番乗り、あーマジで、やっぱりね、皆さん分かってますよ。なんとびっくり、じゃ何、満潮より先にジャグラーが埋まるっていうですね、そういう現象が起きますんでね、じゃあまだ今なら番長を取れるってことだ。あ、ありがとうね。150ゲームよし、200枚、あ、200枚じゃないや、47枚なんでね、で 47×4枚と、まあいいんじゃない、うん、
乗り遅れないことが大事。ここのとこね、なかなかね、1台目で形にならないで右往左往するっていう流れになり気味なんでね、そろそろね、1台でしっかり結果を出すとっていうね、流れが欲しいとこなんだ。104ゲームね、うん、左角がね、馬券2連スタートなんだよね、うん、まだ全然わかんないね、うん、たまにね、だからものすごいロケットスタートですね、かましてくれる台がありますんで、そういうのが何台か見え始めるとちょっと不安なんだけど、うんうん、今のところ、まあ、全然まだ大丈夫よ、うん、先生にやつはしてない、うん、飲まれんのか。ただね、割と最近ですね、ジャグラー半分6みたいなね状況で打ったことがあるんですよ最近ね。で、まあ、終わった時に実は今日半分だったんですよみたいなことを言われたんですけど、意外とやっぱ分かんない、分かんなかったっていうのが、いやもちろんね、相当数以外があるとっていうのは分かってはいたんですけど、ただね、半分6って言われたら、あ、思ってたより、うん、思ってたよりっていうか、なんだったらまあ3台に1台ぐらい5、6が入ってんじゃないかみたいな感じではあったんですよ。なんでかっていうと、やっぱりね、まあ、半分6だったら、じゃあ半分ね、綺麗に出そうなもんじゃないですか。全然そんなことないんだよね。で、アイムジャグラーとかもう全然化けがついてこないとかねみたいな台も実はやっぱ結構あって、稼働自体はもう、フル稼働状態みたいな感じなんですけど、半分4、5って言われたらじゃあ4とか、その辺はまあ水物になってるのは分かんないけど、半分6でも、あ、意外とこういう感じなんだっていうね。もう完全に反応してるのは本当2台に1台ぐらい、いや3台に1台ぐらいだったかな、まあ、半日ぐらいの時勢なんですけど。で、どっちつかずな感じでは3台に1台ぐらいで、うん、全く反応してないのが3台に1台ぐらいみたいな感じ、うん、その6の推定6の中でもね、うん、っていうね状況を確認してますんで、例えばじゃあ今444ゲームで1の1とかで、まあ投資まだ4000円でね、勝利
飲まれたくはないんだけど、で、まあ、もう飲まれたけどそう、っていうのを見ちゃってるんで、本当ね、早合点はいけないなっていうのをね、改めて子供に呼んで勉強させてもらった、あ、半分6でもそうなんだっていうね。だからこの際まあ、出す東十条も来るたんびに、まあ、2.5 台ぐらいに、 2.5 台からまあ、最低でも3台に1台ぐらいはあるとっていうのを、自分の中でまあ決めつけてじゃないけど、まあ、過去の経験からね、実績からですね、ぐらいは最低あるだろうと睨んで打ってるんですけど、とかがもしかしたら見立てが甘かったんじゃないかっていうね、甘かったというか逆に辛かったんじゃないかっていう気もするわけですよ。じゃあガールズだったら毎度毎度、5台あって2台反応してるね。そんなに反応しないんだよ、っていうのを、改めて勉強しましたんで、だから見立てよりもむしろ、3割増しぐらいで入ってるんじゃないかっていうね気もしながら、打てるわけなんですけど、ただね、反応しない台はやっぱ追っかけられないっていうね、ことジャグラーに限って言えば、だからまあもう、どっかで線引かなきゃいけないんですけど、じゃあそれがどこなんだっていうね、まあとりあえず、まあでも黙って第1枚、かな、とりあえずねやってみて、ダメだったら悩もう、マイジャグ5の5で82分の1っていうのがあるね。ただああいう反応をするのが本当にね、まあまあ当たりだと思うけど、当たりの2台に1台ぐらいなんだろうね、きっとね。いや実際そうだったのよ、傘置いてない？大丈夫あれ？一応アウト？そっちだな、